山田です。はい、新しく実装になったリーフィア、グレイシアなんですけれども、この2匹のポケモンがですね、それぞれモジュールですよねを使わないと、まあ、進化ができないということ でなんですけれども、例えば今までの、イーブイの進化系いっぱいいますよね。ブースターとかシャワーズとか、こういったやつらがですね、名前ですよね、1回だけならば、名前を特定のやつを入力することによって進化先が固定できるというようなことが今まであったんですね。で、今回ですね、リーフィアとグレイシアもどうやらそれが一応一回できるみたいです。今ここでリーフ耐えちゃってるもんな。移動したところで少しやるか。今このまま進化させると普通にグレイシアになるんですけど、じゃあリーフィアになるんですけど、グレイシアにしたいので、すごい、これ面白いですね。グレイシアに、指定したいときは REA と、R 大文字ですね、 REA というふうに入力するとですね、はい、下見てください、グレイシアになってるんですけど、これ実際はですね、今ほらリーフィアなんですよ。どういうことかというと、すぐ近くにですね、今目の前に僕指してるモジュールが、僕が指したんですけど、これが今リーフの、方のモジュールを、ハーブモジュールを耐えてるんですよ。なので本来ならば EV をここで進化させると、よいしょ、こんな感じで、はい、リーフィアになるはずなんですけども、グレイシアに指定ができるやつを指したことで、めちゃめちゃ音楽なかったなここで進化させるとですね、よいしょ、はい、 REA、 はい、この場合はなんて呼びますか、レアはい、にとりあえずなります。で、これで進化させると、はい、 OK、 できました。進化先固定できましたね。 OK、 じゃあリーフィアのバージョンをね、今度は見ていきましょう。なんでここにもモジュール刺しちゃってるんで、ちょっと別のところに移動してから、やります。はい、それじゃあですね、リーフィアの方はここに書いてあるね、リンニアかな、リンニアなのかな、ネアなのかな、ちょっとわかんないんですけども、はい、でやると指定ができるみたいです。はい、見ていただくとわかる通り、今僕の近くにはね、さっきのモジュールございません。なので普通に進化させようと思うと、普段通りのこのイーブイのハテナになるんですけども、さっきの、名前指定した子、はい、ははい、こんな感じでリーフィアになってますね。よし、じゃあ実際に進化させていきましょう。はい、でこの進化方法なんですけれども、リーフィア、グレイシアともに名前指定で、まあ、他のね、ブイズたちと同じで、名前指定で1回だけ可能です。2回、3回とやろうと思うとですね、1回目に、この名前指定で進化させた子をですね、一度、博士に送らないと、つまり手持ちにいない状態にしないと無理ってことですね。あ、進化できた。はい、ということで皆様、無課金でもですね、リーフィア、グレイシアを、ゲットしたい場合、モジュールを買わずに、リーフィア、グレイシアを入手したい場合、まあ、こんな感じで名前指定で、作ることができますので、高校対地もしくは、まあ、図鑑埋めだけでいいって方はね、これでまずやってみましょう。まあ、もしくは、モジュールが刺さってるところがあったらそこに行くとかあとはまあ1日ねポケコインに、あの50個まではね、事務戦で、しっかりと事務置きすることで獲得できますので、まあ、今回200ポケコインなんで5、10、15、20、変な計算の仕方したな、50×4 で4日間分ですねのポケコインを、毎日ジムでやって、獲得すれば、まあ、購入することもまあ一応できるのかなということで、まあ、皆様、まずはこの名前指定やってみてください。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。